一番最初の変異種は、うん、あの中国だったわけじゃないですか、うん、コウモリとかから移ったって言われてるじゃないですか、うん、でコウモリと濃厚接触したわけですよ、つまり人間が、うん、でコウモリと濃厚接触って何かっていうと、うん、要は衛生管理の行き届いてないところでコウモリをさばいて食ったわけじゃないですか、そこから感染してるに決まってるわけですよ。だからそういうのを中国政府がやめれば、やめないとまた送りますよ。